コーヒーうめぇ。こちまっちね、今夜本格的なコーヒーじゃなくてね。インスタントでも別に好きだけどね。あ、皆さんともとも、朝のコーヒータイムのこちまっちでーす。じゃあ、今週もやってまいりました、イラスト制作品紹介コーナー。ゴールデンウィークというね、長いお休み終わりました。そして、初1週間。って感じか。皆さんお疲れじゃないでしょうか。まあまあまあ、1週間よく乗り切りました。体慣れてきたかな。来週頑張りましょう。ちょっと気温の変化とかもあるのでね、体調崩さないようにしましょうね。では早速いきましょう。コジマッチの動画、はい、まず1人目はカンナちゃんからです。こちら見てください。コジマッチとカビがいます。コジマッチはシナモンのコシプレ、カビはポムポムプリン。他にもね、カンナちゃんマイメロディ好きなんかな。マイメロの格好になっております。あれかわいいウサギさんやね。でキティちゃんとキキララとモカちゃんもいますね。サンリオキャラクターとカビ。あ、ちょっと待って、カビがポムポムプリンクオーティしてる。あー、コピーしたらどうなるんでしょうかね。めっちゃ可愛いイラストでございます。ありがとうございます。楽しそうで何よりでございますね。かなちゃんでした。お次はこちら、まほちゃんかなです。こちらはですね、いっぱいキャラクターいますね。こじまちと中島くんと、あとはカービィ、アイスバージョンのカービィかながいますね。他上には歌はワンピースのキャラクターかな。でミクとうさぎちゃんだって。うさぎちゃんかわいいでみんなでね、フルーツバスケットを想定してるんだって。でルールがわからないから、こじまちは中島くんに教えてもらってるそうです。はてなって書いてあるね。あれ、フルーツバスケットってなんだっけ。や、なんかやった覚えあるけど、こじまちわかんない、忘れちゃった。中島くんに教えてもらわんといかん。あれなんだっけな、なんかそれぞれフルーツ決めて、なんかするやつだったと。甘う、忘れた。こちらまほちゃんからでした。ありがとう。あ、次はこちらパンサクちゃんからです。まずこちらのイラストはみんなでバスに乗ってるそうです。なるほど。こじまっちはどこにいるかな。あれ、これこじまっち先頭っていうか運転してない、ハンドル歩くない。あれ、おお、このバス大丈夫かよ。で、すみっこたちと中島くんとかもいるし、これ女の子はパンサクちゃんかなも乗ってるんかな。みんなでどこか楽しいところ行くんでしょうかね。タイヤがめっちゃあるからさ、この場所絶対でかいじゃん。おお、大型車を小島中運転してるってことか。で、さらにさらにこちら、おいしそう。これホットケーキなんだって。ホットケーキミックスで作って、上にこれ白いの何なんだろう。ヨーグルトかな、かなんかのシロップをかけて小島中書いてくれたんかな。めっちゃうまくかけてるんだけど、すごいね。美味しそうにできてますね。これ美味しそう、食べてみたい。甘そうですね。これなんだろうね、白いクリーム。生クリームかな、にしてはちょっと溶けてる感じだけど。おお、ちょっとわからんけど、美味しそう。パンサクちゃん、ありがとう。ちょっと味の感想教えてね。お次はこちら、なおちゃんからでーす。こじまっちが上にいますね。で、真ん中の女の子は、オリキャラかな書いてくれてます。お目目がギリギリ見えてないかな、髪で。ほう。若干小島ちに似てます。お口とほっぺたあたりが。で、さらにさらに、もう一枚。これもオリキャラですね。上に小島ちがおりし、シナモンも置いております。毎回変わるオリキャラ。毎回何か変わるんかな。これはお耳みたいになんか長くなってるからさ、なんか動物モチーフにしてんのかな、オリキャラさんは。こちら、なおちゃんからでした。ともともでした。あじきはこちら、さやっちとりなっちの双子なんだって。じゃあまずリナッチから見ていこう。こちらリナッチでーす。こじまっち二人。左側ちょっと三角。右側は普通のこじまっち。三角こじまっちはちょっと潰れたんかもしれんね。ほほーん。こう、手をクチュってやってからね、お口をハッてやってるの可愛いね。照れてるんかな。で、もう一つはね、こっちさやっちが描いてくれた。はー。これ可愛くなってるね。お化粧バッチリじゃん。ギャルだ、ギャル。これ大島ちゃんかもしれんね。ギャルギャルになってる。小島ちがギャルになったんかもしれん。ウィンク、ウィンクしてる。小島ち今ウィンクしてるけど、みんなわかる？ほりゃ。
ウィンクしてるやん。というわけで、さやちりなちからでした。ありがとう。と、詳細がみなみちゃんですね。こちら、まずはお菓子ですね。レインボーコットンキャンディー。コットンってことは綿菓子かな、もしかしたら。そんな感じかな。流行ってんのかもしれません。初めて見ました。こっちは、ほうれん草のおひたしです。こじまち紛れてます。さらに、あ、イラストちゃん。カービィ誕生日4月27日おめでとう。ケーキそれで足りるかな。おめでとう。あ、誕生日そればかったね、カービィ。忘れてたよ。来年覚えとこう。近くになったらみんな教えてね。4月27日ね。オッケー。で、これもカービィ。これめっちゃうまいじゃん。カービィの真似して小島ちも飛ぼてしてんのか。飛べるんかな、小島っち。前ちょっと飛んだけどね。へぇ、かわいい、このカービィ。すごい上手ね。で、こっちはなんか旅行行ったんかな。あ、マンゴーのかき氷だったっけな。めっちゃ濃密ですね。いいな。あとアンパンマンいいね。シート。で、これはモスバーガーか。美味しそう。マチェルシェイクのいちご期間限定。へえ、いいね。こじまちいちご好きだからな。で、これはアクセサリーか。ほう、作ったんかな、もしかしたら自分で。へえ。で、シャナにイラストは、ぽにゃー、おちゃんぽー、気持ちがいいな、一番下も誰？あ、こじまちみたいなやつがおる。誰だろ、なんか、ふやきとるやつがおる。上にはタピオカもいる。おちゃんぽいいですね。このカビも上手。で、はあ、サザエさんエンディングのやつね。はい、サザエさんのオフ、エンディングだったかな？オープニングじゃなくて、はい。これ、いちごか。いちごの中に入ってこじまちでした。こちら、みなみちゃんでした。ありがとう。こじまっちの動画。はい。というわけで今週のイラスト制作品紹介コーナーでした。送り先は Twitter やったり LINE で募集しています。概要欄の送り先から見てください。と、最後にマシュマロっていうね、匿名メッセージサービス。名前を秘密にしてこじまっちにね、お便りを送れる、そういったものがありますので、そちらのね、内容を見ていきましょう。何が届いてるかな？あ、1個入ってありますね。最近お菓子作りの動画にハマっています。こじまっちはなんかハマってる動画とかありますか、というお便りが届いておりました。お便りありがとう。そうですね、こじまっちが最近ハマってる動画はですね、このポンポコチャンネルかな、よく見てますよ。こちらもね、概要欄から送れるようにしておきます。それではまた次回お会いしましょう。ねえねえ。